今回はこちらの声優ニュースを解説していきます。どうぞ。八尾和樹さん、ワンピースのフランキー役、異変に心配の声。アニメワンピースでフランキー役を演じる声優八尾和樹さんですが、ろれつが回っていないとか激痩せしたなどファンから心配の声が上がっているということで、ヤフーなどネットニュースにもなっています。八尾さんは2000年からワンピースに関わられていて、フランキーの他にもミスター2ボンクレージャンゴを担当しています。他作品だとアニメイニシャル D シリーズで池谷浩一郎を長年演じるなど超ベテラン声優さん。問題の指摘があったのは1月14日に放送された第1090話新しい島未来島エッグヘッド。ルフィたちの船が海上で巨大なサメに襲われ、船の舵取りを頼まれたフランキー、よし来た任せろとかやるっきゃねえかなどのセリフがあったのですが、ネット記事によるとアニメの動きに反してろれつが回っていない印象だったとか、セリフが聞き取りにくく感じたなどの声が視聴者から上がっていたそうです。自分はワンピースをアラバスタ編までしか視聴していなかったので、フランキーの初期を知りませんが、もしかすると八尾さんの昔のフランキーをご存知の方は違いに気がついたのでしょうか。ネットではやっぱ違和感あるだとか、八尾和樹さん声大丈夫か、口に何か挟まってるような喋り方だったけどなど心配の声が多く上がっていました。八尾さんといえばもう20年近くワンピースを支えてこられた方だし、作者の尾田栄一郎さんとも長年親交があって、そもそもフランキーというキャラクターは八尾さんをイメージして作られたとも言われています。なので正直フランキーは八尾さん以外考えられないというファンは多いかと。実際八尾さんの声は唯一無二なので、まだまだずっと聞き続けていたいです。またここ数年は声だけでなく激痩せしたという声も上がっていて、こちらも非常に気がかり。健康面に何の問題もなければいいので、とにかくこれからも元気で楽しくお芝居をしていただきたいと思いました。日高里奈さん結婚裏話、角間愛さんが悶絶。今年の1月1日、日高里奈さんが内田雄馬さんとのご結婚を発表されましたが、角間愛さんとパーソナリティを務めるラジオ日高角間の中で語られた裏話が面白かったのでご紹介します。角間さん、日高さんと仲良しなのもあって、結婚報告ポストに一番乗りで祝福メッセージを送れたと思って喜んだそうです。それがこちら。里奈おめでとう、食べたいもの何でも言って。日高さんの結婚報告ポストが午後0時ちょうどで、角間さんが0時2分に送っていることがわかります。ただね、角間さん自分よりも先に石川海人さんがお祝いリプを送っていたことを知り、あ？と思ったとか。それがこちら。おめでとう、午後0時ジャストに送っています。つまり自分が一番乗りだと思っていた角間さんよりも早く日高さんの結婚報告とほぼ同時刻に送信した海人さん、おそらくスマホを手に持って待機していたと思われます。ほんと海人さんらしい。この件については日高さんも思ったそうで、どうやら結婚報告ポストから16秒後くらいでリプが来たとか。怖いよねってお二人で盛り上がっていました。で、海人さんがそんなに早くにリプを送っていた理由について、日高さん向こうとすごい仲いいからと説明。その向こうというのが内田雄馬さんを指していると理解した角間さん、向こうとだってクソと言ってテーブルをバシ。今後もこんな感じでのろけ話が聞けるかと思うとマジで楽しい。で、日高さんと内田真彩さんが義姉妹になると話題になったわけですが、角間さん X のトレンドで騒ぎになっているのを見てやっと気づいて驚いたそうです。まあ確かに結婚で驚いて喜んでいるところに義姉妹になったって事実にまた驚くという、マジで情報量が多すぎて頭がパンクしそうな一日でした。日高さんも真彩さんとはもともと仲良しで、2人の LINE トーク履歴を確認してみたそうです。するとね、真彩さんの写真のスクショとともに、最高可愛すぎ、同じ時代に生まれたこと喜び的な文章を送ったのが最後のやり取りだったとか。岩見真中さん、茅野愛さんの声を録音してちょめちょめしていた。推しの子の黒川茜役や、引きこもり吸血鬼のモンモン、サクナメモワル役などを演じる声優の岩見真中さんですが、茅野愛さん推しということで有名です。岩見さんが声優を目指すきっかけが、アニメ「あの花」で茅野さん演じるメンマというのは有名な話。先日、岩見さんがパーソナリティを務めるラジオ、岩見真中のラジオテクテクに茅野さんがゲストとして登場されたのですが、岩見さんが茅野さんを好きすぎるあまり、面白すぎる行為に及んでいたことが明らかになりました。岩見さんの中学時代、携帯の待ち受け画面を茅野愛さんの写真にしていたそうです。まあこれくらいなら誰だってやります。で、問題はここから。
毎朝携帯のアラームで目覚めていたそうですが、そのアラームが茅野さんのボイスだったそうです。しかも自分の名前を呼んでくれる。当時茅野さんが平平千咲役で出演されていたアニメ凪の明日からで、千咲の親友が向井戸真中と言って、 CV は花澤香菜さんでした。まあ親友なので千咲が真中と呼ぶわけですが、岩見さん自分の名前も真中なので、この音声を携帯で録音して、それを目覚ましのアラームに設定していたそうです。さらに風邪をひいた時なんかは、茅野さんの声を喉に当てて、こういう声になりたいと思っていたとか。これ当時の岩見さんからしたら、凪の明日からで茅野さんが真中って呼んだ瞬間、テンション爆上がりしたんだろうね。ちなみに自分は汐留美優奈派です。声優さんの踊ってみた動画が可愛すぎる。僕ヤバマッシュル。皆さん、アニメ僕の心のヤバいやつ第2期はご覧になっているでしょうか。第2期オープニング映像では、キャラクターたちが体育館で踊るシーンが含まれているのですが、このダンスを担当声優さんたち4人が交互に踊る動画が SNS に公開され話題になっています。約30秒の動画で、最初に山田杏奈役陽宮ひなさんが踊り、入れ替わるように小林千尋役浅井彩香さんが登場。続いて関根萌子役半めぐみさんと順番にダンスを披露。最後は市川京太郎役堀江俊さんと陽宮ひなさんが両サイドから登場し、アニメオープニング映像通りにダンスを披露。2人でハートを作るところとか本当尊いです。アニメ映像だと山田の方が市川より背が高いので、ご覧の通りハートが市川の方に傾いているんですが、声優さんだと堀江俊さんの方が背が高いので、ハートは陽宮さんの方に向かって傾いている感じがまた尊い。ネットではなんだこの尊い映像、涙が溢れ出ただとか、身長差が原作アニメと逆で良きといった声がありました。ところで3番目に登場した関根萌子役の半めぐみさんですが、アニメ推しの子では有馬かな役として作中で登場したピーマン体操を踊る動画も過去に公開されていましたが、こちらでもやっぱりキレッキレなダンスを披露されていました。ダンス動画は概要欄からご覧ください。声優さんの踊ってみた動画といえば、アニメマッシュル第2期オープニングテーマブリンバンバンボーンに合わせて担当声優さんたちが踊る動画も公開されています。アニメ映像では主人公のマッシュが両腕を左右に振っていますが、中毒性のある音楽も相まって SNS ではめちゃめちゃバズってます。ダンスを披露されたのはマッシュバーンデッド役小林千明さん、レモンアービン役上田玲奈さん、フィン・エイムズ役川島礼二さん、ランス・クラウン役石川海人さん、ドット・バレット役江口拓也さん、レイン・エイムズ役梶裕貴さん、アベル・ウォーカー役梅原雄一郎さん、アビス・レイザー役七海博樹さんとなっています。皆さんそれぞれ味のあるダンスで、同じ振り付けのはずなのに小林千明さんはほぼマッシュだし、上田玲奈さんは最初から最後まで全部可愛い、川島礼二さんは最初から最後まで全部ふざけてるし、石川海人さんとか最後なぜかシャドーボクシング見たくなってるし、江口拓也さんはやっぱり無表情、梶裕貴さんは最後決めポーズとってて可愛いし、梅原雄一郎さんは途中ちょっとニコってしてなんか恥ずかしそうだし、七海博樹さんはずっとかっこいい。ということでこのアニメキャラもキャストも可愛すぎ。面白かったのが、レイナさんのダンス動画に対して川島礼二さんが、さあこれの1時間耐久動画まだですかとコメントされているところ、完全に同意。これの1時間いや24時間耐久動画を作ってほしい。でそれをスマホに入れて眠れない時とかストレス溜まった時とか悲しい時とか見たらいいよ、これで世界は平和になるはず。という感じで、声優さんによるアニメオープニングダンスを踊ってみたを2作品ご紹介しましたが、今流行ってるんでしょうか。今後もいろんな作品でいろんな声優さんたちによる踊ってみたを見てみたいと思いました。こちらも概要欄のリンクからどうぞ。大塚明夫さん、少女のような X ポストをする。先日大塚明夫さんがこんなポストをされています。自転車に乗っている時、向こうから歩行者がスマホ見ながら車高してきた。急に止まれるようにブレーキレバーに指をかけ、私は念じた。頼む、前見ろ前見ろ。無事通り過ぎた後、私が何を思い浮かべたのか分かりますか。ということなんですが、つまり自転車乗ってて向こうから前見ないで斜めに歩いてきた人にぶつからないようにハラハラしながら運転していたということで、結果的に衝突はしなかったようですが、危険だったのには変わりありません。ただね、明夫さん、最後に私が何を思い浮かべたのか分かりますかと言われてますが、明夫さんの発想、この歩行者の車高以上に斜め上を行ってました。それがこちら、お願いマイメロ。ふっ、
このつぶやきを見た者は、今後街中で歩きスマホくんを見るたびに、お願いマイメロを思い出して微笑を浮かべてしまう呪いにかかった、こすりすぎたかなとめちゃくちゃお茶目なポストをされていました。明夫さんってもしかしなくてもめちゃくちゃ可愛いですよね。まあつまりは頼む前見ろ前見ろがお願い前見ろになって、お願いマイメロということでしょう。するとアニメお願いマイメロディーでマイメロディーの声を担当する佐久間レイさんが、なーに明夫ちゃん、マイメロ明夫ちゃん守ってあげるからねとでも言って差し上げたくなるとポストされています。でこれに対して明夫さん、僕にはマイメロがついてるんだからね。何この会話、可愛すぎる。明夫さん、実はマイメロディーより可愛い説が浮上したかもしれません。